うやって置くじゃない、クラブと。で、クラブ置いたるじゃない。こうやって、こうやって、ポン。なんだよー、すごい。何でもくっついちゃうな。すごいね。鉄道とか。あれ、カートが、鉄だったら、まっすぐのところ、冷蔵庫みたいだったら、ケタンってくっつけるのよ、カートが。いや今年も会社さんお願いしますね。やだよ、あのメシさんとナオミさん。お前さ、たまにはさ一緒に回れよ。だいぶみんなお前のこと嫌がってる。メシ様でしょ、うん、ナオミ様でしょ、やだよ、ジェットもでしょ。回りたくねえよ、ジェットは多分大丈夫だと思う。ナオミさんは絶対嫌がる。バカなんじゃない。なんだっけ、佐藤とお前、お前またナオミさんに、佐藤飛びます、回りますって言ったら、バカなんじゃない。誰が回るから。行きましょうよ、ナオミさんって。同じ場所から。ユウカと。でも、エリカとはね、結構回ってるらしいよ、ナオミさん。エリカはね。うん。エリカの今成さん言ってたもん。でも今のエリカ戦えないよ。今めっちゃ飛びでしょ。飛んでるね。うん、やばいよ。なんか見ました、いい音させてるね。スイングいいからな最近。曇りすぎてるから見えるのかな。ああ、そっかもしれない、ね、この前さ、ちょっと青い空に雲だったじゃん。昨日、一昨日ぐらいがあれだったですね。全然見えなかったつまんなくなっちゃってさ。ああ届かねえよ。いや、いかないって。なら持ってやろうかな、しゃあなしで。今7フェー見せてください、7フェーを。綺麗なの？左曲がりがいい。いや右曲がり。うん。
イフェン。ハイフェン。うわ、かぶった。かぶった。あれがミスなんだ。左まっすぐ行っちゃうのがミス。練習場で俺レッスンやるんだ今度。あ、そう。うん。俺近くの練習場でクレーム出ちゃって。そう。うるさいっつって俺。お前うるさいよ。もうちょっとさ、言葉少なんで教えろよ。うるさいっつられて、半端じゃねえクレーム出ちゃって。できなくなっちゃった。3回これちょっと。そんな。すいませんっつって。もう行けなくなっちゃった。え、俺も出せ、うるせえって。幼い守るが教えてから一応聞きに来る人はいっぱいいるんじゃないの。そういうのうるさいって周りのあれで、ね、お客さんに声でかくて。この間なんか立て勘行ってさ、前の組にさ、ちょっとうるせえんだよって言われた。教えてたな。いやいや、うちの嫁と行ったのよ。嫁と行ってうるさいって言われた。そう、そんなことあるの。腹立っちゃって、初めて言われて、ゴルフ場で。いや、練習場ではしょっちゅうやるけど、ちょっとうるさいっすね。マジ、うん、相当うるさかったんだね。うるさくないよ、何も。だから、カートが奥にガーッと上がってた時に、ね、前待ってたのよ、分かんなくて。そのままガーッと上がってたの。ああ、うるさい。前の組が打ってるところ見えてしまう。それは分かんない。で、メンバーさんだって。あ、そういう意味でね。そしたら、それ俺もう上がったら文句言ったのよ。俺もメンバーだから。誰っつって。したで、ノブのところに来て、ノブに聞いて、俺ちょっとうるせえけどさ、そこの練習場使わせてくれってお客さん連れて行くからさ、お前全然スピーカー持ってガンガン喋っちゃってください。ノブ。全然いいですよ。一番右端に取っときますんでって。でも遠いんだわ。1時間かかる。ああ、まあそう。混んで。場所はいいんだから、こんな遠くないけど混むだから。そう、混むの。16号。あ、なんで16号ってあんな渋滞するんだろうね。柏インターから降りて7キロ、6キロ、7キロなのに、家から柏までと柏からノブの練習場までの時間は一緒だから。30分、30分で。で、6号近いのよ、ノブの練習場。すぐなの、6号。そして帰り6号で帰ってやれと思ったの。はあ、いい球。これ、球今日は見える。ちょっと黒く見える。黒く見えるね。ああ。でも、ちょっとフォローの時に見たいですよね。え？アゲンストじゃなくて。いいよ、別に。俺別に飛ばなくてもいいの。まっすぐ行ってほしい。おお、朝タイヤあれ引いてんだね。引いてるよ。タイヤ、タイヤみんな絶対。おはようございますで。うん。俺のあれインスタ。こんなおっさんみたいな雰囲気な。ちょっと硬くなってきてるんですよ。直美さんとか背中が硬くなって腰が硬くなってきますからね。ちょっと背中が打った後痛み出したらちょっと要注意ですよ。ストレッチした方がいいですよ。してないかな。もう年いっちゃう人間数々見てきたんで。まず背中からきますね。あれだって腕はブランブランだって。え、優作が今腕はブランブランだ方ですっげえ振ってるよ。52ぐらいあるよあいつ、ヘッドスピード。え、優作52出るの。うん、すげえよ。俺もどこ行っても52って満振りしたら50になったけど、一回出たけど50っていうのは飛距離が280だったよ。え、おかしいよね。おかねえよ。52の優作ブランブランで出てたのか。
このタイミングは難しいよね、グラウンドに。この風じゃさすがにマモ君でも超えないね。7番のドライバー今日はドライバー打てるなと思ってるよ。昨日は全く一発も打たなかったけど、人が多い時はしょうがない。違う、フォローだから。学生はみんな超えちゃうよ。でもこの風吹いたらさすがに超える人間少ないでしょ。この風吹いて超えるの誰、バンブーぐらい。バンブーだ。ノリと。バンブージョン。あ、ジョンも超えるの。はい、多分超えます。へえ、すげえな、あいつ。そんな、なんか身体能力がすごそうなのでもないの。身体能力的にはですね。ぽっちゃりしてそうなの。そんなんでお前ゴルフになるかよ。このシーン、このシーンでやった目標すごくない？これ400ヤード飛ぶ人でしょ。400ヤード飛ぶ人間いるんだ。ああ、確か、あの、挑発の人でしょ。そう、ドラゴン選手でしょ。だってサンドウェッジで、だって130ヤードぐらい打ってたよ。いや、それはどうでもいいけどさ、このスイング見たらさ、青らしくなってくるよな。でもデシャンボーはああいう感じなんだろう。デシャンボーそこまで速くねえだろ。速くないかな。こうやってやって。デシャンボー、だから振れば振るほどスピン量多いわ。やっぱね、合わせて打った方が飛ぶ。間違いない。曲がんねえし。こうやってスイングきれいに。こうやって打った方が。それで振れれば完璧なんだよな。こうやって、ほら。こうやって打ったら間違いなく飛ぶと思うよ。バランスいいし、ほら。